文福茶釜。昔々とても貧乏な古道具屋さんがおりました。商売がとても下手くそな古道具屋さんでしたので、日々暮らしていくのが精一杯でした。ある日、古道具屋さんが散歩をしていると、道端に立派な茶釜が落ちていました。おお、これは良い品物だ。きれいにしたら高値で売れるかもしれんぞ。そう言うと茶釜を拾って家に持って帰りました。早速茶釜を水でゴシゴシきれいに洗ったのですが、どこからともなく冷たいと声が聞こえました。なんだか茶釜がしゃべったような気がして気味が悪かったので、試しに水を入れて火にかけてみました。すると、あちちちち、なんと茶釜が一人でに飛び上がって床の上にゴロゴロと転がるではありませんか。しばらく見ていると、茶釜から手と足が生えてきて、最後にはタヌキの顔が出てきました。なんじゃこれは、タヌキか。はい、そうです。訳あって茶釜の姿になっておりまして、厚かましいお願いなのですが、何か食わしてもらえませんか。腹が減っていて。古道具屋さんはかわいそうに思い、タヌキのためのご飯をこしらえてあげました。タヌキはよほどお腹が空いていたのか、あっという間にご飯を平らげました。お腹いっぱいになって元気を取り戻すと、タヌキは茶釜になったわけを話し始めました。実は山で化け比べをして茶釜に化けたのですが、戻れなくなってしまいまして、もしよければこちらに住まわせていただけないでしょうか。古道具屋さんはタヌキの話を聞いていると、不器用なところが他人事とは思えず、どうにかできないものかと考えました。ただタヌキを飼えるほど生活に余裕はありません。そんな中、タヌキはこう続けました。私、お金を稼ぐためのお手伝いならできます。金を稼ぐ？お前がどうやって金を稼ぐというのだ？はい、私は芸が得意ですから、見せ物小屋を作って二人で稼ぐのはどうでしょう？古道具屋さんはタヌキに言われた通り、見せ物小屋を作ってお客さんを呼び込みました。二人で頑張って呼び込みをした甲斐あって、初日から満員御礼です。さあ、しっかり稼ぎましょう。タヌキは舞台へ出て行きました。見せ物小屋の端から端に張られた綱の上を茶釜タヌキが上手に歩いていきます。古道具屋さんも盛り上げるために太鼓を叩きました。たくさんのお客さんはハラハラドキドキ、息をのんで綱の上のタヌキを見守っていました。タヌキが綱の真ん中あたりまで来ると、古道具屋さんの太鼓はどこどこと強く激しく鳴り響きました。その太鼓の音に合わせて飛んだり跳ねたり、傘を閉じたり開いたり、綱の上で上手にバランスをとってお客さんに最高の芸を披露しました。茶釜たぬき、いいぞ。落ちるなよ、頑張れ。たぬきの芸にお客さんたちはみんな大喜びで、見せ物小屋は大当たり。古道具屋さんは、みんな喜んでくれている、本当にすごいな、たぬきありがとう、と感謝の言葉を伝えました。その後、
たぬきのまんじゅうやせんべいも見せ物小屋で売り出し大人気に。古道具屋さんは貧乏な生活から抜け出すことができ、たぬきと一緒にたくさんの芸を披露してみんなを楽しませました。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。